着いたけどこっからどうやって帰ろう。いろんなパターンがあるから迷っちゃうな。こういう時に誰かバトルできたりしてとか言ってたら本当に来た。ルナサさんでしたか。来られた理由は決まっていますわ。社名丸、あなたと戦いたいのですわ。あれ、こんな内容だったっけ。旗手さんからお聞きしましたよ。え、負けたら逆さになって謝ってくれるって。最近社名丸のやつね、勝ちすぎでちょっとお調子者っぽくなっているのよ。自称幻想郷最速の名をお持ちの方ですもの。気持ちが高まるのも納得ですわ。ですがそれと私に何の関係が。決まっているじゃない。あいつを今こそ任してきてほしいのよ。一度カツを入れてあげないと、銚子電鉄さんの繁忙期並みにどんどん調子に乗っちゃうからさ。ダジャレか何かが聞こえた気がいたしますが、負けてきても文句は言わないわ。だから社名丸とバトってきてちょうだい。さようですか、わかりました。存分に楽しませていただきますね。ごめんね社名丸。ということでございますわ。あの人もしかして私になんか恨みでもあるんでしょうかね。とにかく今回も私が勝って、旗手さんには後ほど謝ってもらうことにしますか。あらまあ、では始めましょうか。私は楽しむために来ているんです。ただ勝つのではなく、お互いに楽しんで互いの勝利をつかみましょう。はい、よろしくお願いします。ちょっと複雑だったけど。あらごめんなさいね。え、今なんと。ほら始めますわよ。あ、はい。前の信号機が3つとも青になったらスタートですよ。最近流行りのシグナルスタートですわね。承知しましたわ。私が先行ですか。おお、最初から元気がよろしいことで。本番はこれからですよ。あ、何かエクスプレスだ。珍しいこともあるもんですな。いや待て、これ途中まで一度前のスーパーバトルになってしまうんですか。いきなり関東最速決定戦になっちゃうんですよ。なんですよ、あの何かエクスプレス。速い、こんなのおかしい。これじゃあ私が目立たなくなってしまうし、バトルが終わった時にはルナサさんの口からは何かエクスプレスのことで埋め尽くされてしまうに違いないとか言ってから離れちゃった。一体今のお時間は何だったのかしら。おっと、もらえるチャンスは逃しませんよ。え、そこからですって。一体今何がどうなって。あとは抜かされないように走るだけですね。相棒にはまだ4人は残っているし、両数でもこっちが勝っている。このバトル勝った。慣れているだけあって早いですわね。最速の名を自称で乗っているのも納得ですわ。でも私だって負けたくはないのですわよ。お、0160。せっかくなかなか来ないですね。油断していたら負けてしまうとはいえど、これだと集中力が途切れてしまいそうですよ。車庫には何も停車していないか。これはもう勝てそうにないですわね。でも、スピードではなく、楽しんだ方が勝ちなんですわよ。追い上げてきて
ているように見えなくもないですが、この私を捕まえることはできますでしょうかね。よし、今回も勝利。お見事でしたわ。外から追い抜くあのスピード感は凄まじいものでしたわ。お互いに楽しめる、清き戦いでしたね。それ私のセリフじゃないですか。あらまあ、あとは、前半でお目見えした成田エクスプレス号ですかね。やっぱりその話を持ってきましたか。そりゃあもちろん、巷では話題になっておりますもの。253系との新旧並結走行とか、ドライバーは誰なのかはご存知でしょうか。いえ、あいにく。めっちゃびっくりした。まさか社名丸と出会うことになるなんて考えてもいなかった。しかもその横って西武の車両、プリズムリバーの誰かに違いない。でもその二人よりも確実に速いスピードを出せたんだから、文句なしだね。前の車両の方が落ち着くけど、こいつも案外悪くないかも。見た目もかっこいいし。私が E259系を使っているって話は、もうとっくに広まっているのかな。一度も聞いたことないけど、今度誰かを誘ってみようかな。